はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウをラジオでセミナーと題して聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などラジオではとても言えないことをあえてラジオでお話ししていただこうという番組です。この番組はライフスタイルテクノロジー、フットセラピーエール、和洋菓子と惣菜の店福屋、宮城歯科クリニック、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、1時間ビジネス天国沖縄をお送りしていきます。本日もね、本当に素晴らしい、ゲストの方が見えてますので、番組史上、初の業界の方がいらしてますので、ね、皆さん楽しみにしていてくださいということで、まずはCM の方を行かさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしておりますということでですね、早速ですけれども、本日の、ゲストさんをですね、紹介したいと思います。基本的にこう経営者の方が、普段多いんですけども、今日はなんとですね、教育関係者の方が見えてますね。はい、ということで僕がね、本当に尊敬します、大好きな先生であります。それでは早速自己紹介の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやいや、なんとか ビジネスの、ね、天国沖縄、天国沖縄という、はい、ラジオ番組にですね、はい、まあ、私が出るというのはどうしてかなと思いつつも、今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、名前はですね、浦本博士と申します。はい、沖縄国際大学経済学部経済学科で教員をしてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジネスについてとか、いやいやいや、もうね、まあ、ロディオ君何を話していいかよく分かんないんですけどね。ロディオ君とお連れしてですね、ロディオ君とね、つないでいただいて、はい、もう出会ってしまったというか。そうですね、はい、2年前でしたっけ。そうですね、僕も初めてやった時からこう衝撃というか、いやいや、もうこちらこそ、大学にこんな先生がいるのかといやいや、沖縄にこんなやつがいるのかとやっぱロディオが紹介するやつは違うなと。そうですね、思いましたけどね。まあ、本当に衝撃というか嬉しかったというかですね。いや、もうこちらこそ本当にその後もいろいろお世話になってました。いや、もうね、僕大学の時にお会いしたかったなって。そうですね、あ、違うか同じぐらいの年なんで。僕ね、大学の時会ってたらね、もっとひどいことになったんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、やばいやばい、よかったね、じゃあこれでよかった。まあ、いい意味ですよ、いい意味ですよ。これでよかったんだよ、多分ね。はい、まあ、ロディオ君からご紹介いただいて、まあ、大学でも講演会とか何とかね、そうですね、させていただいてね、本当にありがとうございます。本当に貴重な経験というか、普段こう経営者向けに講演させてるんですけども、うん、学生にね、講演するというのはどうでしょう。やっぱ学生の前で喋るのと、はいはい、やっぱ社会人の前で喋るのとは違うよね。いや、全然違いますね。全然違うよね。はい、よくこう経営者の前で喋ってるから、うん、あまり緊張しないんじゃないですかって言われるんですけど、うん、やっぱりね、普段喋ってないところで喋るってやっぱり少なからず ね緊張しますし、うん、やっぱり学生ともなるとね、もうこう興味持ってくれるのかなとか、うん、っていう部分でね、すごくつかみがね。そうなんです。最初のつかみ大事だよね。そうなんですよ ね逆に彼らが上から見てるからね、学生の方が経営者のようにね、気使ってくれませんからね。そう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 何話してくれるんだろうみたいなね経営者の方が結構気使ってくれたりするんですけど、うんうんうん、学生はシビアですからね。学生はね、基本的に受け身なんでね。そうそう、つまらんものはつまらん。そうそうそう、もうすぐ寝ちゃうしね、はい、もうとんでもないですよね。寝られたらちょっとね、きつかったですけどね。でもみんなちゃんとね、真剣に聞いてて。そうですね、意外と。あとリアクションペーパーとかもね、きちっと書いていただいて、はいはい。そうですね、まあ、嬉しかったのが最後に質問がね、うん、結構出てたので、うんうん、はい、あれはね、意外というか嬉しかったですね、うん、でね、やっぱ興味あるんですよ、はいはい、学生もですね、普段 もちろん大学関係者、まあ、大学の教員ばっかりからお話聞いたり、はいはい、あとお勉強の話ばっかりなんでね、やっぱ外から来られる先生方、外部講師っていうのは、はい、まあ、違う角度からいろんなところ
で経験した方々がお話ししてくれるので、はいはい、やっぱりためになると思いますね。なるほど。私がいつも思うのが大学と社会の間がね、空、はい、きすぎ。あ、なるほど。壁というか壁、この距離。そうですよね、うん。僕もね、大学の時って経営者の方と一度もお会いしたことないですね。ですよね、はい、ですので、やっぱ大学ってすごく大学内で固まってるんですよね。いろんなことが、教員にしろ、学生にしろ、はいはい、ですので、やっぱ外から来る方、あと外部講師の方々が、いろんな社会のね、はいはい、風をですね、どんどんこう大学に送り込んでくれたらですね、学生もですね、いや、おっしゃる通りです本当に今社会人になる準備期間中なんで、うん、あですよね、学生も終わったら、ね、あともう社会人になる、ね、3月終わったら4月からもう社会人なんで、そうですよね、それをね、いきなりせえっていうのも無理なんで、なるほどなるほど、やはり3年4年の間でもうきちっと ね、 そうですね、社会人になれて社会人としての、マナーも学べて、うん、はいはい、いろんな人ともお話ができてみたいな、確かにそうですね、そういうことが非常に大事なのかなと思いますね。そうですよね、やっぱりこう実際にこう経営者の方のお話とか聞く機会があったり、こう、うんうん、もっと勉強しようっていう気になったりとか。そうですよね、はい、うん、僕もね、大学の時実は体育会系で、あ、いいよ、体育推薦に入学した立場なんですけど、なるほど、はい、逆に、ね、勉強全くしなかったんですよね、うん、で勉強する意味が見出せなかったというか。なるほどね。で逆に卒業したらめちゃくちゃ勉強し始めたんですよね。なるほどね。あ、そういう方多いですよ。それが勉強する意味とか、うんうんうん、勉強するこう自分に対するメリットとか、うんうん、楽しさとか。そうよね。それ知った瞬間でしたね。だからそっから本当の学問が始まるかもしれないね。僕勉強始めたら24です。うん、ちょうどね、学生終わったと同時に勉強が始まったみたいな。うん、でもそれをもうちょっとこう早い段階で、そうだね、知ったらこれもっといいことになるんじゃないかと思います、ね、多分ね、高校まではやっぱ覚える学問、はいはいはい、お勉強、はいはい、だったと思うんですけど、もっと早大学入ってからは、うん、やはり自分が好きな、そうですよね、科目も取れるし、実はね、はい、で好きなその学科、学部も選べるし、うん、はいはいはい、ですのでもっと自由に楽しく、学生がこう、なんて言ったのかな、学びたいことは何だろうということをですね、早めに見つけるというのは、そうですよね、大事だと思いますね、はい、本当にどの世界でも行ける時期というか、そうそうそう、ね、であと卒業しても、あ、学びたいなっていうのがあれば、大学戻っちゃえばいいし ね、 なるほどね、その科目だけ取っちゃえばいいし ね、 です、 ね、ですので、そういう自由さが、学ぶことの自由さが、もっともっとあっていいのかなと思います。特に若いんでね、やっちゃって危ないなと思ったらまたね、次のところやればいい。そうそうそう、そんなに難しい話じゃないですもんね。そうですよね、はい、で面白いことにね、アメリカ、私ちょっとアメリカに留学してたんですけど、うん、アメリカなんかだったらそのあたりがですね、本当に自由なんですね、うん、だから同級生におじいちゃんがいたり、おじさんおばさんがいたりっていうのが普通にある。教室の中がいろんな年齢がいるっていうのが、いろんな人種もいますね。人種もいるし、年齢層も全然違うし、そのあたりを考えると、やっぱ学ぶってことが本当に自由に、なるほどね、選べるというか、いつでも学べるという環境と、あとそういうふうな、なんていうのかな、大学もそういうふうなこう雰囲気作り。なるほどね。だってもうみんな見たら同じね、二十歳なら二十歳、21なら21みたいなね、全員同じ年齢じゃないですか。確かにそうなると、こう勉強以外のこう年齢の違う人から学ぶことってお互いにもなかなかないですよね。そうですね。で、1、2年浪人して入ったとかね、そういう学生の中ともそんなにももう変わらないし、うん、それよりももっとね、違う年齢の方が、そうですね、新卒さんみたいなのがまたね、学生で戻ってきたよねで、面白いことやってみたり、教えてきたり。僕が来たら大変なことになりますよ。あ、そうだね、やめとこ。何やらかすかわからないですけど、ね、じゃあやめとこ、はい、もっと自由でいいのかなっていう気がしますね。特に今の学生ってすごく自分の、価値観っていうのが、はいはいはい、実は早い時期にも固まってるような気がするんですね。何も知らないのに、何も経験まだまだやらなきゃいけないのに、いろんな経験をね、なのに、なんかもう固まってるのかなっていう気がするので、もったいないですよね。なんかこう好きなこととかいっぱいあると思うんですけど、うん、好きか嫌いかやってみないとわからないじゃないですか。わからないですしね、はい、だから実際に、ね、やってみて合うのか合わないのか、うん、好きなのか好きじゃないのか、うん、本当になんていうんですかね、嫌いだと思ってたこととかやってみたら好きだったとか、そうそうそう、よくある話ですもんね。あるあるある、はい、面倒くさいとか、
それがめんどくさいっていう単語がね、はい、あっちこっちに出てきます。確かにね、何がめんどくさい。今の若者はすぐ使いますね。まあ、でも確かにね、うん、なんていうんですか、自由あると思うんですよ。うんうんうん、僕の結婚して子供ができて思うんですけど、うんうんうん、やっぱりね、結婚して子供ができた方がまだ自由になった感じは。あ、なるほどね。多分好きなことが見つかって、はい、好きなことに集中できてるから、はい、そうですね。要はやりがいとか、なんかあるじゃない。縛られこう結婚って付き合うのとまた全然違うじゃないですか。あ、そこ行きます。結婚は、まあ、付き合うでもいいですけど、まあまあ、いきなり飛んでる感もありますけどはいはい、はい、やっぱりねこう、まあ、結婚じゃなくてもいいんですよ、うん、やっぱりこう自分がこう何かやるときに味方がいるという、あ、まあ、支えとか、あの本当にね、世の中全員反対されても一、うんうん、人が理解してくれたらなんか、そうだね、人間って頑張れるもんじゃないですか。頑張れるね。人のために頑張れるしね。だからそういう人がこう一人でもいるっていうのは、うんうんうん、あのすごく強い。そうです、僕にとってやっぱり結婚が転機だったというか。なるほど。やっぱり一緒のパートナーですよ。もう一緒に生きていくって決めた人なんで、やっぱそういう、こう結婚にこだわらずにこうそういう人が一緒に周りにいるというのは、うんうんうん、やっぱりそう、やっぱり面倒くさいこともあるかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりね、これは本当に強さだと思いますね。なるほどね。強さを手に入れるというか、やっぱり支えてくれる人とか、うん、あとも守らなきゃいけないものとか、はいはい、そういうのがあるなしでは、はいはい、多分自分の努力が違うよね。違います。テンション違いますよね。全然違う。でもね、もう今思ったらね、守られてるなっていうのが強いですねどちらかといえば守ってるつもりだったんですけど ね。いやいや、あとね、まあ、ちょっとビジネスのね、はい、まあ、番組で、まあ、タイトルになってるんで、学生にやっぱね、どういうお仕事に就きたいのとか、社会人 にどういうふうにこうなんていうのかな、就活などをやっていくのっていうお話なんかもね、まあ、やるんですけど、はい、やっぱこのなんていうのかな、面倒くさいとか、はい、あと自分の価値観がすごく早めに固まってる子とかは、やはりね、なんて言ったらいろんな発想が、はいはい、アイディアがあんまりないですよね。やっぱりその価値観が固まっていることで、やっぱりアイデアも、アイデアも出てこないし、で、まあ沖縄でこのなんていうのかな、いろんな大人に出会えっていうのも一つのテーマで私は言ってるんですけど、うん、はいはい、そういう大人たちに対する出会いも自分から積極的にはこうアプローチしていかないという学生もかなりいるので、はいはい、そのあたりをね、やっぱり一つ一つ、そうですね、クリアにしていって、うん、まあ、大学とは何ぞやって言ったら、うん、やっぱり立派な社会人を育てる場所ですよね。おっしゃる通り。もちろん専門のお勉強も大事だし、うん、でやはり社会に出ての、まあ、大学なんで、うん、リーダーにもなってほしいし、はいはいはい、ね、でやはりいろんな人と この出会いを持って、うん、いろんな、なんていうのかな、大きな夢に向かって、うん、やっぱ夢を追っかけてる、社会人でもかっこいいじゃないですか、夢を追っかけてる人って、ね、常に、はい、ですよね。だからそういう大人になるには、うん、やっぱ学生時代にですね、いろんな方に会ったり、そうですね、あといろんな勉強をしたり、はいはいはい、いろんな恋愛をしたりで、いろんな国に行ったり、うん、そういうことが大事なのかなっていうのはね、思ってて、常日頃から学生にはね、まあ、伝えてはいるんですけどね。はい、はい、やっぱりこういつの時代もこう人生の転機って、うん、やっぱりこう人との出会いだと思うんですよね。あ、そうらしいですよ。いや、そうらしいですよ、ね、っていうか、こうなんていうんですか、こう一人の人との出会いって人生大きく変わったりするじゃないですか。そうです、そうです。僕もね、思い返してみたらそうだったなって思うので、うん、やっぱりこうその出会いをこう演出する側とやっぱりこう求めていく側もね、うんうんうん、積極的にいくというか、うん、ですよね、うん、で面白いのが、はい、まあ、世の中の、まあ、成功者とか世の中で、まあ、はい、世に出てる人の共通点の中に必ず出てくるのが、はい、まあ、背中を押してくれた人がいるっていうのが、うん、本当にキーワードになってるんですよ、はいはいはい、ということは誰かと出会ってるんです。そうですよね。今新里さんもこのターニングポイントで誰かに多分出会ったっていうふうな表現をしたんですけど、うん、その通りで、実はだから大学だったら恩師とかね、うん、まあ、高校中学の恩師とか、はいはい、あと社会人だったら上司とか、うん、多分ああいう人たちによって
この人が多分あの一歩踏み出せて、うん、そこからなんかねあの歴史を作っていってるんではないのかなと思うので、はいはい、人との出会いっていうのは大きいですね。大きいですよね。大きいですね。大きいと思いますね。でもあと、うん、何でもこう一歩踏み出す時っていうのは怖いじゃないですか。怖いですよね。僕もねこうガンガンいろいろやってますけど。やってるよね。やってるんですけどなんかこう何ですかね、あのあんまりこう恐怖心がなくやってるって思われがちなんですよ、うん、でもねものすごく恐怖と不安と戦ってるんですよね。でもこう不安になるものをやらないと成長しないっていうのが、ああそれも、うん、分かるというか素晴らしいと思いますね。やるときに恐怖心が出るからやるみたいな、うん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 、でこう変に慣れちゃうと恐怖も不安も何もなくなるじゃないですか、うんうんうん、こう不安がなくなったときが一番不安なんですよ。ああ確かに恐怖心を感じなくなったときが不安というか、うんうんうん、だから新しいものを求めるんですよね。で僕気づいたのがやっぱり一歩目怖いんですけど、怖いのってね意外と一歩目だけなんですよ、うんうんうん、ですよね。ですね。でということは僕思ったのが一歩目早く踏み出せばいいと思ってなるほど。もう早くですよ早く。もう最初の一歩どうせやるって決めてるんであればですよ、うん、今日やっても1年後やっても一緒なら、うん、今じゃあ今日やれば1年間この恐怖はないわけですよね。ですね。だったらすぐやろうよというね。実は今日の収録もね、浦本さんさっき電話して今内容もよく分かってないんだけど全然分かってないですね、うん、分かってないけどあのカメラ持ってくるんで、うん、待っててください、うん、そうそう、それもね別にこう、うん、1ヶ月後2ヶ月後もできたわけですよね、うんうんうん、でも頭で、あ、浦本さんの話が聞きたいって思って電話したら、うんうん、あのいつですか、今日ですちょっとねびっくりされてましたけど、ね、うん、今日夕方するみたいな、ね、あ、今日みたいなね。いやでもねやっぱりそういうこう日々のねあの何ですかその考え方っていうのはもう大きくね、うんうん、1年とか2年とかすると、うんうん、すごくこう何ていうんですか差がついてくるというか、うん、今の話はね、あのとっても素晴らしいお話で、まあ、この一歩っていうのは非常に大事なんですね、はい、でいろんなお話を学生にしてて、うちの学生は非常に何ていうのかな、考えるんですよ、うん、考える、はい、で、まあ、考えるのは非常にいいことなんですね。考えるんだけど結局しないなんですね、うん、でなんでって言ったら、いや無理よって言うんですよ。なるほどね。いやいや無理無理先生無理無理無理って、うん、でこの無理ってもう言葉にしたら無理なんですよ、はい、なるほどね、うん、と同時にもう成長がない。なるほど。もうこのことに関してはお前は無理なんだになっちゃうわけで、自分自身もですので、なんかいろんなお話があった時に、お願いされた時にいろんな方から、はい、これやってくれあれやってくれって言った時にね、うん、絶対にノーって言うなって言ったんですよ学生に。口に出すのと、うん、そう、無理っていう単語を使うのと、はいはい、まずやってみて、うん、だって学生だからさ、はい、失敗してもいいじゃないですか。全然いいですよね。全然いいですよ。学生って言うだけで許されますから。学生は許される、許される、僕らは許されないですけど、ね、もう悪い悪いよ私はちょっと許してくれみたいな感じなんですけど、まあまあまあ許されないですけど、はい、学生はね全然 OK です。 OK ですよね。うん、だからやはりその学生のうちにですね、きちっと、うん、成長するためには絶対ノーって言わないことですよね。でも言葉って大事ですよね。うん、ね、自分でノーって言ったらもうダメなんですよ。そうですよね。だから何があってもまずはやってみて、うん、ダメなら諦めればいいし、はいはい、今の学生は本当にやらない前にダメって言うから、もう全然進まないんですよ前に。僕はね、何かやるときにですね、ちょっと心がけてることがあるんですよ、うんうん、なんか新しいことやるときに、はいはいはい、冷静にならない、うん、冷静にならない素晴らしいね。冷静になって考えるとですね、うん、どうしてもこうできない理由とかが出てくるんですよ。そうなんですよ。だからそこですよ。そうですよね。あ、失敗したらどうしようとか、そう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 、こう言われどうしようとか、そう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 、でちょっと一歩踏み出そうと思った瞬間、ガーってなだれるそういうの来るじゃないですか。作りますよね、恐怖心がね。もう冷静にならないですよ。冷静になったら考えちゃうから。それもいい話だ ね。冷静にならないって決めてます。もう出たところ勝負 だから、ね、過去にやってきたのを見返してみたら、あれ冷静じゃ絶対やらないっていう、ああなるほど、ね、ばっかりなんですよ。うん、だからね、いざという時は相談しないし、いざという時は冷静にならないって決めてます。あ、それで走だから、ね、やる前はやろうかやらないか迷うじゃないですか、うんうんうん、
でもやり始めたら、うんうん、どうやってやっていこうかに考えが変わるんですよ。変わるよね。てか同じ悩むんだったら戻れないからね。どうせ悩むんだったら、やっちゃったから、やるかやらないかじゃなくて、うん、どううまくやっていこうかって同じ1時間悩んだ方がいいと思うんですよ、うんうんうん、だから僕はね早くやった方がいいと思うんですよね。そうですね、そうです、どうせ同じ時間ですよね。うん、同じ時間、同じ悩むんですから、うん、やっちゃった方がね、早めにね、やっちゃった方がいいですよ。それはもうやっちゃうとね協力者が出るんですよ。うんうんうん、そうだよね。やっぱりね、一生懸命こう走ってる人ってなんか応援したくなるじゃないですか。やっぱり、動くってそういうことだよね。動くってそういうことなんですよね。周りを動かないと見えないからね。見えないです、見えないです。動いたら見えるからね、うん。特に若いやつが一生懸命やってる姿を見て、応援しない周りの人いないですよね。応援したくなりますよね。ありますよね。ね、うんうん、あ、それはまたいい話ですね。いやでもね、本当にこう、うんうん、浦本さんがね、こう、なんていうんですかね、こう、考え方というか、学生にかける言葉っていうのが、うん、あの僕はすごく響くし、あ、そうなんですか。あの本当にいい寝てるよみんな聞いてますよいやこういう話はねすごくあの学生の時聞きたかったなっていうのもありますし、うん、で実際ね今学生がね浦本さんの話でちょっとよくわからないっていう学生もいるかもしれないんですけど、多分ねあの10年後卒業して、あ、そう30歳とか40歳になった時に10年後20年後に期待しましょうかね。浦本さんいつだっていう多分ね、何名かは言いに来ると思います。でもあれだね、本当にあの10人いたら1人でもおればいいんで、いやもういいですよ ね、それでいいですよね。全然いいですよ。実は私あの JICA ってところで働いてて、はいはい、あの途上国の研修員をね、はいはい、ずっと受け入れてて、うん、でそういう方々にあの、まあ、いろんなことを教えてた、うん、知識をね、はいはい、まあ、経験とかを、うん、まあまあ、移転してたんですけど、でふと沖縄に戻ってきて沖縄を見てみると、うん、やはりまあ、元気のあるやつは、うん、ほっといても元気なんでいいんですけど、はいはい、元気のないやつが多いなっていうふうに思ってて、うん、はい、その沖縄、まあ、私のねあの大好きなふるさとの沖縄の若者が元気がないと困るので、うん、で今いろんな意味で沖縄はね、政治的にもあと観光、うん、産業的にも注目されてますので、やはりこの次世代の次 の、うん、あの若者が沖縄の若者がこの沖縄を支えていくわけですから、うん、やはり元気がないと困るということで、うん、本当にあの今回あの、まあ、今回というか大学に来てですね、うん、いろんな学生とお話をしていく中でやはりまずは元気出せと。なるほど。あのね、声がまず出ないですいやごめんね、あの体育系じゃないけどあの体育系ではないけどね私は、うん、声が出ないんですよ彼ら、うん、でいろんな報道とかも、まあ、疑うまではしなくてもいいけど、うん、本当かどうかっていうのをやはり聞いて、はい、自分の、まあね、足で確かめなさいと、うん、そういうことはとても大事なことかなと思います。いや、素晴らしい。僕もね本とか講演会聞くんですけど、うんうん、8割は信用してますね。8割、2割は、うんうん、もっといい方法ないかなとか、うんうんうん、2割は本当かな、うんうん、で実際やってみよう、そう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 、やってみたら本当だっていうこともあれば、分かればね、やってみたらいやもっといい方法があったとかっていうのがあるんですよね、うん、だからそのだからやっぱりきちっと聞いてるんですよ、うん、あ、なるほど。そういうことができるっていうのはやっぱきちっと聞く耳を持ってるので、はい、要はコミュニケーションで一番大事なのは聞く耳を持ってるか持ってないかですよね、うん、はいはいはい、あのおしゃべりがうまいっていうのはそれはコミュニケーション能力じゃないので別ですよね。別です。別ですよね。うん、コミュニケーションが、うん、ある人っていうのは聞ける人なんですよ、はいはいはい、実はきちっと聞いてるから、うん、ということはいろんな疑問を持ったりいろんな質問が出たり、はいはいはい、ということだと思うのでやはりそこをね、うん、聞ける人あと質問をしたい、はい、まあ、できる人、はい、あと批判的に物事を考えれる人、うん、はいはいはい、あとそれをまたもっともっと進めば自分の分野にどう生かしていけるかとかね、うん、応用していくかとか、もう応用していく人は本当にすごいですよね、うん、だから真似て自分のものにできるんですよ、うんうん、なるほどね、で新しいものがまたできるかもしれないし、はいはい、ですのでやはりそのあたりをね学生がね早く気づいて、うん、いろんなことにトライしてほしいですよね。そうですよね。こう走り出すと楽しくてしょうがないですからね、うん、僕ねもう朝からもう楽しくて楽しくてしょうがないですよそうそうかね、うん、だからね社会人とかねそういう方々は
まあ、あのいろいろ見てますけど、やっぱり、ね、共通しているのは、ね、やっぱ楽しんでる方は、ね、見てて気持ちいいですしね。ですね。もうね、もういかにね社会が楽しいかっていう、ね、あれ、ね、楽しい人って楽しい人って実はね、あの、はい、同じことをやってても、はいはい、あの楽しめる人なんですよ。あ、なるほど。同じことやってても、はい、多分しんどくやってる人と、はいはいはい、本当に楽しそうにやってる人っていると思うんですよ。まあ、例えばウェーターにしろ、ね、あのビアガーデンの兄ちゃんにしろ、はいはいはい、本当にしんどいじゃないですか。だけ ど, なるほど、あの A さんと B さん違うよねって、はい、B さんいつも笑ってるよねとか、はい、楽しそうだよねっていうの、これはね、あれですよ、やっぱパワーですよね。でも楽しめる、どうせやるんだったらですよ。そう、どうせやるんですよ。どうせやるんだったら楽しんだ方がいいじゃないですか、ね。楽しんだ方がいい、楽しんだ方がいい。絶対その方がいいですし、うん、こう何ですか、パフォーマンスも上がるというか。そうです、そうです。しかもね、こう楽しそうなに仕事してると見てて気持ちいいじゃないですか。気持ちいいですよね。はい。だからそこをね、ちゃんとね、学生にも言うんですよ。あの、楽しそうな大人に出会えとか、はい、輝いている大人に出会えとか。うん、バイト先でも店長見れとか、そうですね、どんな楽しそうにしてる周りの大人って、うん、で沖縄って実は、はい、あの、あまり大人も元気ないんだよね我々もで我々がやはりあの見本を見せなきゃいけないし、うん、あの要は楽しそうにしなきゃいけないし、そうですよね、あの、でそれを見て学生はやっぱ育つし、ね、学生にそうなれというよりも、うん、自分たちがなって見せた方が早いですよね。だから、まあ、学生に言うと同時に私は、うん、お前はちゃんとできてるのかというふうにね、はい、それはあの要は自分に問いかけたりするのもやはり大事だと思ってて、うん、まあね、ええ、自分がね楽しそうじゃないのに楽しめって言われてもね、納得いかないですよね。そうでもよく娘に言われます、あの、楽しそうって、お父さん悩みないでしょうなんて言われてね、バカ野郎って言うんですけどね悩みだけですよね、悩みだけですよお前のことでって言おうかなと思うぐらい違うか逆に言われると思うんですよこっちも悩んでるよってそうやね、確かに、あなたのことでみたいな、と、いうことでね、村さん、前半ね、いろいろお話伺ってきたんですけどね、はい、やっぱり盛り上がりますね、村さんと会うとね、なんか全然お酒入ってないのに ね、飲んだことないですよね、一緒に飲みましょうよ、早く飲みましょうね、あんまり飲めないんですけどね、実は実際ね、でも数えてみたら、村さんと会ったのって4回目ぐらいですよね、4回目、あと講義で会うかぐらいなんで、いつも、学校でね、5、6回ですかね、うん、でもね、馬が合う人って会うんですね、あの、今度ぜひね、はい、多分飲んだら嫌いになる、あ、違うかお互い、お互いです違うか、いや、でも飲みたいですね、はい、でもそういうね、楽しい話をまたね、いっぱいしたいんで、はい、また後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。後半ですね、引き続き、浦本さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。浦本さん、また後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半ね、浦本さん、いろいろお話伺ったんですけど、うん、こんな先生が大学にいたら最高だなって思いますね。いやいや、そんなことないですよ、いっぱいいますよ、はい、ぶっ飛んでますよね、先生もね。え、だ、私ですか全然普通じゃないですか、普通というか、はい、あの、はい、立派な大人になろうと思ってます。はい、なるほどねあの、普段あるんですか、浦本さん、なんかいろんな活動されてますけど、今度はですね、はい、あの、池島とか、はい、あと浜比嘉、はい、宮城島、あと偏差島ですか、うん、あの、うるま市の、はいはいはい、あの、要は海中道路から向こう側の4棟 の、あのプロジェクトの、はいはい、あの、なんて言ったらいいのかな、そのプロジェクトにうちのゼミが参加してですね、はい、夏休み、夏休み、本当1ヶ月2ヶ月かけて何回も通って、で、学生もそこでいろんなイベントに参加して、はいはい、あと裏方もして、あの、作品も出してみたいなねなるほどね、いろんなことをね、あの、本当やりましたね、いろいろやってますね。で、あとね、あの、9月ではもうゼミ生も連れて台湾旅行行ったんですよ、はいはい、でね、あの、台湾はまあなかなかね、あの、近い、まあ、お隣なんですけど、まあ、初めて、みんな初めてだったみたいで、はいはい、あの、まあ、いろんな、しかもそのプロジェクト、その池江島のプロジェクトで関わった時に、うん、台湾の国立芸術大学の学生が来てたんですね、はい、うん、で、あの、そこも、あの、要は、あの、協力大学ということで、そのプロジェクト、うん、ですので、そこでまた知り合いになっちゃって、うちのゼミ生と、はい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 、その台湾の芸術大学の学生とか知り合いになって、うん、で、交流深めて、それで今回台湾に行ったんですよ。はあ、なるほど。うん、だから、あの、なんていうのかな、あの、やっぱ出会いはありますよね、うんうんうん、いろんなことやれば。そうですよね、
でそれがまあたまたま台湾隣の国ということで、うん、まあ、あの気軽に行けたんでね。でそこでもやはり台湾の学生と交流を図っていろんなとこ遊びに連れて行ってもらったりですね、うん、学生同士が交流を深めて、うん、で、まあ片言の英語かなんかでやってるんでしょうね、うん、多分ね。で台湾の方が日本語できたりするので良、はい、かったと思いますね。非常にまあ、うちにとっても向こうにとっても良かったのかなと思います。でもこう学生にとってもねすごく貴重な体験というか、うん、そうですそうです。やっぱりこういうなんていうんですかね、こう行動を起こすことによってこう経験というか、うん、小さい成功体験という か、うん、かいきなりから大きいことをやる必要ないと思うんですよね、うん、なんて僕よく言うんですけど、こうやりたいと思ったらなんかこういきなりこう結果出すんじゃなくて、うんうん、ちょっと調べてみようかなとか、うん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 、ちょっとネットで検索してみようかなとか、一冊本買ってみようかなとか、うんうんうん、実際にそれをやってる人に会いに行ってみようかなとか。そうですね、そのなんかこうちっちゃい一歩でいいと思うんですよね、うんうん、その先にしかないじゃないですか。そうですそうです、はい、うん、本当に一つ一つのちっちゃな、そうですね、なんていうのかな、それが喜びになるだろうし、うん、そしたらまあいろんなのがつながっていくだろうし、うん、そこからまたいろんな人たちと出会うだろうし、うん、いろんな国に出会うだろうし、うん、本当そうですよね。本当にそうです。だからこの池島プロジェクトに参加しなかったら、うん、多分ないですよね、うん、台湾は。ないですよね。彼らは芸大生とは知り合ってないですね、うん、台湾の。本当にこうその一歩踏み出したからこそ出会った人とか、そうですそうです、一歩踏み出したからこそ出会った情報とか、うん、そうなんですよ、あると思うんですよね、うん、だから一歩ってものすごく大事ですね、大事だと思うんですよね、うんうん、このちっちゃいこう成功体験でこうどんどん自信がついてくる、そうですそうです、っていうことですよね、うんうんうん、だから、ね、僕ねもうちょっとずうずうしくなるぐらいがちょうどいいと思いますね。例えばこう憧れの人とかああいう人になりたいなと思ったら、うん、もうメールしたり電話したりして、うんうんうん、僕得意なんですよ。あ、そう。メールして電話して。ロビオもそんなこと言ってたよね。会いたいやつにはすぐ会いに行くみたいな。会いに行って。ちょっと時間ないですか。うん、学生時代から。やっぱりドキドキするんですよ。うんうんうん、やっぱすごい人だと当然。そうそうね、でもね、僕必ず言い聞かせということがあるんですよね、うんうん。自分から連絡したらきっと相手も嬉しいに決まってるって言うんです。ですよね。はい、うんうん。なんか嬉しくないですか。いやいやいや、そうですよ。で逆にそれをなんか嫌だなって思うやつは。まあ、それまでかなっていう。そうですよね、はい、うんうん、で僕は言い聞かせてます。なるほど、これもまたいい話だね。いやそっちの方がいいですよね、うん、みんな聞いてるかな、ちゃんと、うん、新里さんいいこと言ってんだよ。本当ですね、いいこと言ってますよ。本当に会いたい人にはまず連絡取ってみる。そうですよね、ずうずうしくね。だからこう僕もそうなんですけど、うん、今のこう自分の考え方レベルっていう横並びがあるじゃないですか、うんうん、それよりも全然違う考え方のしてる人と会って、うん、まあ、5分でもね1時間でもこう話するとこの枠から飛び出るじゃないですか、うんうんうん、あ、こんな考え方もあるんだと。ですよね。そうす今まで自分にない経験や知識や、そう見るかとか、ね、その角度で見るかとかっていうじゃないですか、うんうんうん、そうすると新たな発見が出てくるんですね、うん、で僕なるほどって瞬間に一番幸せ感じるんですよ、うんうんうん、わあ知らなかったとか、うんうんうん、なるほどって思った瞬間にものすごく幸せを感じるんで、それ、ね、そしたらもっともっとってなるんですね。もっともいるんですよ。ですよね、はい、うん、だからこう結果的に本を読み人に会いに行く勉強するってなるんですよね、うん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 、それがね止まらないんですよね、うん、はい、うん、それをね一度ねこう味わってしまうとね、うん、もう止めきれないですね。なるほど、うん、だから、ね、20時間考えてますからね。あ、そう、20時間考えてます。へえ、大変だ。うん、でも大事ですよね、うん、やっぱり今も言ったようにやはり一歩をやはりためらうか、うん、止まるか一歩踏み出すか、そうそうそう、で本当に世界がガラッと変わりますからね。違うよね。その先をね。その先が景色が違うね。景色が違うんですよ。うん、ほとんどの方がこの景色の前でずっと、うん、諦めてるんだね。ずっといますよ。ずっと。もう、はい、うろうろしてるよねこの辺でね。ぐだぐだしてる。こっちのがね。うん。旗から見たら大変そうなんですけど、うんうん、やってるものにはもう楽しくて楽しくてしょうがないですよ、ね。ですよね。僕もね安定した仕事してて辞めた時に、うんうんうん、当然不安あったんですけど。うんうんうん、なんかね、お花畑に行ったみたいな、こんな世界があるんだみたいな感じでしたね。なるほどね、はい、もう今楽しくてしょうがないですね。うん、僕ね
今の仕事をしてなかったら浦本さんと当然知り合ってないし、ですね、当然僕ロデオ君とも知り合ってないですし、あとね、知り合ってたとしても多分話が合わないと思います。そうなんだ、はい、うん、なるほど。そう考えるとね、今出会った人と出会わないって考えるとゾッとしますね、ただ、はい、動いてれば動いてるやつに出会うよね。そうなんです、似たようなやつが集まってきますから、うん、そうなんですよね、まあ、あの動かないやつを別に否定はするわけではないんですけど、うん、動いてるやつは動いてるやつと必ず出会います。そうですね、うん、絶対に。あとは必要な人とかが絶対出てきますね。ですよね、僕の経験上ですね、ピンポイントできますからね、もう、うん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 、もうあと慣れてくるとね、どうせ来るって思ってるんで、うん、あ、やっぱり来たかって感じになりますよね、うん、なるほどね、はい、はいはい、まあ、そう考えるとやっぱり沖縄の若者たちはね、みんなで、うん、今度世界のうちなんちもね。そうですよね。これはいいぐらいの時期？ね、この放送では大丈夫？ね、あんまりそういうの、あの、ね、気にしなくていいですよ。ですよね。こちらが気にするので、ね、あの、編集してください。編集します、ね、カットしてください。あの、まあ、そういうことでもやはり、うん、あの、若者が今度は世界とね出会っていける場が ね、沖縄にあるし。うん、今本当にこう、そういう文化もあるから、なんていうんですか、国との境目がもうほとんどなくなっちゃいましたからね、まあいろいろね、Facebook とかね、YouTube とかね、いろいろあるんでね、うんうん、それも活用して、ね、あとやはりあの自分を奮い立たせるために、まあ、モチベーションを上げるために、はい、あのどういうふうなあの手法があるかみたいなのがあって、はい、今日実は他の授業で、あの発信、はいはい、やはりネット社会の中で、うん、まあ、もちろんあのいろんな、なんていうのかな、影、まあ、光と影の部分で、ね、はい、影の部分もたくさんあるんですけど、その自分のモチベーションをキープしたり上げていくためには、うん、発信することがとてもあの重要になってくるなっていうのも一つ の、はいはい、あの手法の一つかなと、うん、今までだったらやはりあのお給料が高くなるとか、はいはいはい、地位が上がるとか、うん、知識向上のためとか、うん、そういうことを言ってるんだけど、実はもうちょっと、うん、あのもっと簡単にできる方法ないのかなと思ったら、はいはい、こうやってラジオに出たり、はいはい、こうやってあのなんていうのかな、そのネットで発信したり、うん、はいはい、そういうことを、まあ、自分なりに今できる時代じゃないですか。簡単にできる。しかも無料で。しかも YouTube とかにボンと上げたり、はい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 、ね。だそういうことっていうのも非常に今、うん、あのモチベーションを上げていく一つのツールとしてあのネット社会はありなのかなと。いや全然ありだと思います。僕もあのラジオ始めて2年ならないぐらいなんですけど、うん、最初始めた頃っていうのは俺壁に喋ってる感じだったんですよ。これ誰が聞いてるのみたいな、うんうんうん、ただこう続けていくとですね、やはりこう聞いてる人とか、うんうん、あのメールが来るようになってきたりとかですね、あと県外から出演させてくださいっていう依頼が来たりとか、うん、結構来るんですよ県外からも。なるほど。県外の経営者のことが聞いてるとか、うん、最近では道歩いてたですね、ビジネス天国の方ですよって声かけるぐらい。おー、すごい。あ、そっかそっか、映像も流れるからね。映像も出ますからね。映像も流れるからね。そうなったらやっぱりこうやり続ける意味、うん、まあ、すごくあるのかなと思いましたね。そっか、映像も流れ、これ流れるんだな。俺も流れますよ。あ、じゃあちょっとこの辺り押さえながら喋らない。モザイク入れてきましょうか。確かに本当に本当に本当に、はいはい、その今はね無料で携帯でも簡単にできますからね、うんうんうん、それはだから自分のね、はいはい、本当にあのなんていうのかな、自分のためにいいですよね。はいはいはい、あのモチベーションをやはりキープできるというふうツールとして、そうですね、いいす、僕もね週1回ラジオやってるんでね、うん、週1回必ず収録なんですよね、うんうんうん、それはもうある意味もう決めちゃったからやらないといけないっていうことなので、うんうんうん、そういう意味でこう決めるっていうのも一つの手かなと思いますけどね、うん、もし決めてなかったら僕もね、まあ、今週はいいかなってなってたかもしれないですけど、あとこれがやっぱり世界中に発信、あ、そうですね、できてるっていうのが多分ね大きな支えですよね。あとなんかね、少なからず楽しみにしてくれてる方がいるんですよ。ああ、素晴らしいね、はい、それはもうね、はい、メールでね、たまにこう今ラジオの前に座ってますリスナー、毎週楽しみですってメールが来るとね、あ、やっぱりこう一番嬉しいね、それね、人の役に立ってるというか、うんうんうん、喜んでもらえてるっていうのはもうすごいモチベーションになってるかもしれないですね。いいですね、そういうのは、はい、はい、あと僕がラジオやった理由というのはこうやっぱり僕プロデュースっていう仕事をしているので、うんうん、いろんなこう経営者の方だと思うんですけど、うんうんうん、
本当に素晴らしい経営者いっぱいいるんですよね。なるほどね。志の高い方っていうか、うんうんうん、思いの強い方、うんうんうん、実績のすごいノウハウ持ってる方っていうので、うんうんうん、僕は打ち合わせでいろいろお話聞くんですけども、うんうん、やっぱりこう1対1じゃないですか、うんうん、こんなに素晴らしい話をこの場で終わらすのはもったいないと思ったんですよ。ですよね。それをこうネットとかラジオを通じて本当にこう求めてる方々で、本当に人って悩んでても一言で救われたりとか、そうですそうです、こう一歩踏み出す原動力になったのがその人のたった一言とかあるじゃないですか。でそういうこうきっかけになればなと思ったんですよね。でその時はね、僕はそういうパワーもらったので、うらまさんの話もぜひね、このラジオを通じてね、あらまいろんな方に聞いていただきたいなっていうのが、あの一番のこう続けていけるモチベーションかもしれないですね。まあ、私もね、いろんな一言、はいはい、まあ、いろんな先輩からの、はいはい、まあ、アドバイスなり、うん、一言なりで今日はあるわけですからね、うんうん、あの頑張れたわけで、はい、まあ、今後も頑張りますけどね。あと、そうだね、学生、まあ、私、ね、学生が毎日相手なんで、はい、学生にはやはり早く、なんて言ったらいいかな、立派な大人と出会ってほしいですよね。素敵な大人と、はいはいはい、ですので、まあ、教員でもいいし、ね、事務方でもいいし、うん、バイト先の店長でもいいし、先輩でもいいし、そういうふうに大人になりたいと思ってほしいんですよ。そうですよね、うん、こういうふうな大人になりたいとか、うん、こういう人になりたいとか、うん、本当ですよね、うん、でそれが近くにおればおるほど多分刺激は強いだろうし、本当ですね、うん、ですので新里さんとかね、ロドなんか本当来てください、うちの大学。あ、毎日毎日のように、はい、僕喋りたがりですから、ね、どんどん喋ってほしいなと、はい、なんなら勤務しましょうかね。ね、本当に。でもなんか上本さんが今おっしゃったのも、まあ、子供も一緒だと思うんですよね、うん、例えば小さな子が野球を始めた、うん、そうそうそう、理由っていうのは別にこうルール調べてからじゃないじゃないですか、うんうんうん、ルールも知らないけど一郎かっこいい、かっこいいとかね、こんなピッチャーみたいになりたいと、うん、でどうやったらなれるのと、そうそうそう、でそこでいやこうなるためにこうした方がいいんだよ、うんうんうん、こうするべきだよっていう、そうそうそう、要は憧れから入ると思うんで、うん、それはもう別にこう学生だけじゃなくて社会人になっても一緒だと思うんですよね、うんうん、一緒ですね、うん、だからそういうこう憧れる目標と できるような人と出会うっていうのは、そうですそうです、うん、すごく大きいかなっていう、それがなくてやれって言われてもなかなかモチベーションをね、うん、保てないんじゃないかなと思うんですね。そうですね、まあ本当に人と出会うっていうのは、うん、まあ、動かないと出会えないんですけど、先ほどから言ってるように、はい、ただやったらめったら動けっていうわけでも、うん、ね、それもちょっとないのかなと思ったりもするんですね、はい、じゃあどうしたらいいかって、うん、次の手は実は、はい、目の前を一生懸命やるっていう、要は自分の足元を置かれている立場、はいはい、目の前を一生懸命やるっていうことなんですね、うん、でそれも学生によく言ってることで、目の前を一生懸命やってると、うん、実は周りの大人は見てるっていうことです。なるほど。で大人はきちっとやってる学生やが若者に対してはきちっと指導するし、うん、はい、きちっと声をかけるし、で逆に大人たちが励まされたりするので、目の前を一生懸命できるやつっていうのはとてもいいと思います。私は先生何したらいいっていう、こう大人と出会うためにはどうしたらいいっていうふうなことを言うと、うん、まあ具体的にね、うん、なかなか難しいじゃないですか、うん、そうですね、バイト先行ってるけど誰もいないよとかね、うん、なんかようわからないけど、うん、そういうことじゃなくて、じゃあ目の前まず一生懸命やってみるってことなんですよ。なるほどね。明日テストがある、明日何かがある、明日何がある、ちょ精一杯やってみたら。確かにそれも能力ですからね。ある方から聞いたお話なんですけど、これ沖縄出身の方らしいんですけど、うんうん、もう沖縄でいろいろあってアメリカに行かないといけなくてアメリカに移住したらしいんですよね、うんうんうん、でそこでもう仕事がないから、なんていうんですかね、こう掃除の仕事を始めた、うんうん、清掃の仕事を始めたらしくてですね、やっぱりこの方すごい真面目 で日本人って基本的に真面目じゃないですか。真面目ですよね、うん、だからもうすごいこう清掃したらしいんですよ、うんうんうん、ホテルでしたかね、こう清掃すごくして、もう本当に人が見てなくても言われなくても言われてないことまできっちりやってたらしいんですよね。でそれを何年も何年もで、他の人はそんな適当にやってたのに、うん、その人だけずっと清掃を一生懸命やってたらしくてですね、それをずっと見てるわけですよ。ですよね。周りの社員が、周りの人たちがね、はい、うん、そしてある日ですよ、そこの社長に、お前
俺がお金出すから経営してみないかって言われたらしいんですよ。ですよね。でそこでその方に会社を任せて、その方一台で大成功してるんですよ。ほう、はい、その方がですね、あの後で来ますって言ってきたのでロールスロイスで来たらしいですね。おお、はい、だから本当に今ねおっしゃってたように見てるっていうのは見てます。すごくね、うん、あると思いますね。これも本当に一つね極端な例かもしれないですけど、うんうんうん、あとね僕思うんですよ、こう輝く人を見つけるっていう手もあると思うんですけど、うんうんうん、逆に僕ねその人の輝いているところを見つける能力だと思うんですよ。なるほどね、うん、どんな人でも、うん、あの特技とかいいところあるじゃないですか、うんね、そのいいところだけ抜き取って自分のものにしていく、うん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 、でそうすると出会う人出会う人誰からでも学べると思うんですよ。ですね。あこの人ダメじゃなくてこの人のここの部分はダメだけどいいところ、ここの部分は素晴らしい、うんうん、この部分を見る能力だと思うんですね、うんうんうん、そうするとね誰と会っても学べるようになるし、うんうん、誰からも成長させる自分になれると思うんですよね。なるほど、うんうんうん、あのそうなるとですね勝手に成長していくと思いますね。なるほど、はいはい。まああのちょっと大げさな話になるんですけど、はいはい、教育とは何ぞや、はいはい、っていうふうな話がねよく、うんまあ、あるんですけど何だと思います？教育ですか、うん、また大きくきましたね。ですよね、ごめんなさい、うん、あの教育とは、うんまあ、学校現場で考えてもいいんですけど、はいはい、何だと思います？教育ってやっぱり、うん学校の要素は大きいんですけど、はいはい、そうじゃないような気しません？どんどんと。ああ、なるほど。いやいや、社会に出て親になったりして、うんなんかいろいろなんか変わってきますよね。お勉強ではないよね。そうですね。うん、学問でもないような気するしません？そうです。あ、学問でもあるかもしれないですけど、やっぱりこう今となってはどんどんこう上とか。ですよね。はい、なんかね違ってきますよね。はい、そうですね。あの特にあのどん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 年を取っていけばね。そうですね。私が思うには、はい、やはりあの、まあ、大げさなことではなくて、うんうん、教育って何だろうと思った時にあの、まあ、今私は教員やってるので、うん、学生を見てるんですけど、はいはい、この一人一人に私の知識を移転するのではなくて、はいはい、一人一人のこのタレントを伸ばす作業なのかなっていうふうに思ってます。なるほど。だってみんな違うじゃないですか、はいはいはい、環境も違えば。そうですよね。うん、あの知識レベルも違えば、うんうん、経験レベルも違えば、うんうん、そうなると私の知識を移転するとか私の経験を移転するって言ったって、うん、共通するところがあんまりないんですよ。あそしたら噛み合わないんですよ実は。なるほど。向き不向きとかもありますもんね、うんうん、ですんで、まあ、教育とは何ぞやなんて聞かれた日には、うん、本当にあの一人一人のタレント、うん、才能を見てあげようかな。この子は多分こっちの方が向いてるのかなとか、こっちの方が絶対いいかなとか、はいはい、でこの方面は合わないだろうなとか、なるほどね、いうのも一つの手なのかなっていうふうに思ってます。ですので才能だと思います、はいはいはい、才能を伸ばす作業、うん、分かりやすく言えば。そうですよね。僕もあの企業とか、うん、コンサルタントと呼ばれる方たちをこう、うんうん、プロデュースするっていう仕事をしてるんですけど、うんうん、まさにおっしゃる通り全く同じことしてますね、うん、この人の才能と強みを見つけて、そうそうそう、うん、まず本音に見せる、まあ、才能っていうのはいいところなんでね、はいはい、これ、うん、あなたのいいところですと、うんうんうん、で僕はあの基本的に人は何かの天才として生まれてくると思ってるんですよね。全員天才なんですよね。すげえ。それに気づいてないだけで、うん、あなたはこれの天才ですよと。ですよね。僕も当然自分も天才だと思ってますから、うん、あの他人の天才を見つけてこれはあなたはこの天才ですと、うんうんうん、でこれは僕らの考えなんですけど、やっぱりこう才能はいただいたと思ってるんですよね、うんうん、だからね実は悲観してた部分が、はい、そうなんですよ。自分がしなんかあの悩みの種だったのが実は才能だったっていうのもよくある、うん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 、あのそれに気づいたらですね、その経営者ってガラッて変わるんですよ。お表情が変わって行動が変わるんで、なるほど、あの話す言葉も変わってくるんですよ、うん、で組織ってトップが変わると全部変わるじゃないですか。変わりますね。売上がねこんな感じで上がるんですよ。上がるね。それを見つけてあげる。だからその方がやってることとか商品がサービスが変わったわけではなくて、うんうん、その方の考え方や視点が変わっただけなんですね、うんうん、それをこうちゃんと引き出すと。そうです。見つけてあげて見せてあげて、彼の才能なんでね、そこはね、それを名刺にして表現してあげる、うんうんうん、だんだん気づいてくるんですよ。私の才能はこれだとか、あ俺そういうことが才能なんだって、俺のこう強みなんだと、はい、で私がこれをやることによってこんだけの方々が、うんうんうん、喜んでくれてるんだと。会社が成り立ってるっていうことは社会に必要とされてるわけ ですよ、ね、あの存在してるっていうことは必要とされてるっていうことだと思うんですよね、うんうん、はいはい、
それに感じたらですね、人ってガラッて変わりますね。もうあの一瞬ですよ。素晴らしいですね。そうするとね、売り上げがこんな感じで上がりますね。まあね、社会人に限らず、経営者に限らず、あの皆さんに言えることです、まあね、主婦の方でもですね、天才ですから、全員いいね、全員天才ですから。あ、それ使っていい？ああ、どうぞ。お前ら天才だよってみんなに、とりあえず特別無料で特別無料でいや、天才なんですよ。それが出てるか出てないかで、そうなんです。それ気づいてるか気づいてないかですよ、本人が。例えばこう、すごく人を笑わす、場を空気を良くする天才もいますし、いろんな天才がいるんですよね。でそれをね、こう気づかずにね、俺はどうせダメなんだとか、で学生時代に勉強ダメだったやつってずっとダメだったと思ってるんですから、勉強なんか生きていくのうちのたったこれっぽっちのねカテゴリーじゃないですか。でこんなこれだけのものができないだけなのに全部ダメだって自分を全否定しまうわけですよね。それはね、ちょっとあまりにももったいないかな。もったいないですね、はい。本当にいろんなタレントをみんな持ってるので、それがね、うまく、はい、まあ、出せるか出せないかで、そうですね、今後の人生が変わってくるということかな。今後もね、宇野本さんにはそういう、ね、才能を発揮するような、ね、若者をね、どんどんしていきたい、いっぱいうちの大学から出ると思いますんで、はい、まあ、僕もね、なんかできることがあれば、もう今後ともよろしくお願いします。お力になれるなと思ってますので、ぜひぜひ。もうありがとうございます。いえいえ、あっという間の1時間でということで、また本日ともありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ今度は飲みながらでも。そうですね、はい、ぜひまた飲み屋で収録。飲み屋ぜひですね。飲み屋で収録あのほとんどカットだと思うんですけど、ロレス回ってないです。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。